どうもはい、えー、今回はですね iPhone ケースのレビューとなりますけども iPhone ケースねこちら iPhone ケース iPhone ケースまあこれ僕今 iPhone13 でずっと iPhone13 使おうかなと思ってるんですけど、まあ1年ぐらい使ったケースがもうあのちょっとね <laughs> 古びてしまったんで新しいケースを買いました。でこの これ結構有名な韓国だったかなこれこれ昔こういうこれがなかったやつがあってこれが出てきたんですよで昔ねこのこれのリングとかこれ,これを使ってたんですよで透明でこれの対応してるのがなくてこれ最近という出たのかなで買ったんですけどこれねこれを買う人注意してほしいっていうことで注意喚起の動画です デザインもいいしこの,この、ね、マグネットもめちゃめちゃいいですめちゃめちゃ月いいですめちゃくちゃで物もいいです物も、ね、しっかりしてるし、まあ、ここのメーカーさん結構もう有名なんで、ね、使ってる人も多いと思うんですけどこれねほんとね僕ね考えてなくてやらかしたんですよで何をやらかしたかっていうとこのメーカーさんのケースって、まあ、大体このこういうケースで、まあ、一緒統一されてるんですけどここのね ここが出てるんですよ。でやっちゃいました。これ今僕む昔は僕無線マイク使ってなかったんであれだったんですけど今無線マイクちょっと使っててこうカチャって <laughs> 入れたいんですけどここが出っ張ってるんでちょっと見えるかな光はわ分かんないかなここここ,、ね、ここが出っ張っっ張てるんで、まあ、ちょっと今ね。 ケースを外して、今 iPhone で撮影してますけどケースを外してやってるんですけどこれね刺さんないんですよ刺さんねーみたいな考えろーみたいなで昔って、まあ、無線マイクってそんなに物出てなかったんですけど今は結構無線マイク化されてきていろんなところで無線マイクいろいろ売ってるんですけどこれね刺さんないですねここが結構あの熱いんで。 だから動画撮る方で無線マイクをする方はこれはまあよく考えれば分かることなんですけど考えてなかったですね買わずに買,買ってしまったら入らねえっていう <laughs> ものはいいんですよ握りやすいしただねこの透明なやつはデメリットそうケースのデメリットとしてはこの透明なやつはおしゃれだしこの磁石もなんかねこの僕これ買った理由はなんかこの磁石のやつって なんかこれちょっとデザインこのメーカーさんのこのデザインもちょっと入ってたあれなんですけどこれとピッってのあのあの線が気に食わなくて分かりますちょっとあれ気に食わない人いると思うんですよこの丸とこの線がピッってなってるやつでこれはこのメーカーさんのやつはねこのデザインがこうこう,こういうふうな感じになってるんですよそう。なんかデザインっぽくなってるんですけど普通のやつは丸があって。 みたいなピッていうあの線が僕はあんま気に食わないですけど <laughs> でこれはもうなんかおし,ゃおしゃれというかねまあなんかいい感じだなと思ったんですけどこの透明のやつはこの、ね、指紋がめちゃめちゃつく指紋がめちゃめちゃつくしあとねツルツルしてるだからちょっとまあここは持ちやすいんですけどここは持ちやすいけどここがねすげえ滑るんでここがねデメリットかなとだからこれが、まあ、透明じゃなくてちょっとなんかまま まあ透明だからマットにしちゃうと透明じゃなくなっちゃうからねあれなんですけど指紋が結構つきますすごいベタ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 あと滑るっていうこっちはねだからこっちは大丈夫ですこれはねねるルルちゃん自分映ってるよルルちゃんそう、はい、だから僕はねちょっとね新しいのまた買いましたまたそれもついたらね明日ぐらいにまた届くと思うんですけどあ新しいの買いましたでそれは結構ね、まあ、YouTuber の方もご紹介してて 2023年めちゃ売れたんじゃないかなっていうやつを買いましたそうそれ買っちゃいました、はい、でもそれねまあちょっとそれ以上にレビューしますどんな感じやがっていう,うでもこれはね僕ねこのメーカーさん好きなんですよあとスマホリング多分スマホリングも有名だと思うんですけどねこれ多分スマホリングも有名ですよねえっ、うん まあ、ケースはね人それぞれだと思うんですけどこ持ちやすいんですよねこのメーカーさん多分スマホリングスマホリングスマホリングそうそうそうスマホリングスマホリングじゃなかったかまあこれは結構いろんな人あとね会社でタイアップしてるんでス,スマホリングああスマホリングもありますよねあるよね、うん あーなんかスマホリングはこれ僕このアイリングかちょっと違うメーカーのやつだなすいませんでもこれもこの僕が昔そのスマホリングはアルイングアイリングかを使ってましたここのメーカーさんもねあのスマホリング出してますうんうアイリングか使ってたなこれ でもこれ結構使ってる人いるんじゃないですかこのメーカーさん。うん。これ、ここがこう、なんか丸まってて持ちやすいっちゃ持ちやすいですねこれね。そう。はい。ということで、この透明のやつ知りません。ここ透明で、透明でなおかついて、あのこういうの、こんなの出てたのって昔なかったんでこれ。で、こういうの知らないよう知らなかったっていう場合はね、この YouTube の下にリンク入れときますので、透明、透明。 あと他のねバージョンもあります他のバージョンもあります、はい、これは全部透明なんですけど色があってここだけ透明で色付きのやつもありますんでこのメーカーさんで使ってる方でこういうの出たって知らない方はね出てますので、はい、僕も知らなかったですけどそうやっぱねこれがないとこれがないとしんどいんですねこれがないとやっぱいろいろこうやるので うん、これないとしんどくないですか iPhone の純正でもいけその薄いあの磁力が弱いんでこれがあると全然これほんとカチッってつきますこれはこれ,これしっかりしてるうんそうあとねこれ埋め込まれてんのかな埋め込まれてるな埋め込まれてないかなこれねほんとここねすごいしっかりなってますね 本当に埋め込まれてんのかな中にこれなんかね安いやつとかだったらこれがね取れるとかチャイナ製でなんか取れるやつとかなんかレビューであったりとかするんですけどこれねこれ取れねえ中に入ってんのかなこ結構こうしっかりしてますこのリングが。 この YouTube の下に入れときますので興味ある方は見てみてください。ただデメリットは指紋がつくのとここが滑ります。ここはいつも通りです。持ちやすい。であとまあまあこれね本当丈夫なんでここがねめちゃくちゃ丈夫なんでまあぶっ壊れることはまずほぼないです。めちゃめちゃ丈夫なんでここら辺が落としてもまあほぼ壊れることはないですねこのケース。あの iPhone が、うん。まあでもちょっと重いちょっと重いっていうのはありますね。うん。 であとは、まあ、レ,ンズレンズのあそこもまあちょっと出てますので、まあ、ちょっとカバーしてますねはい知らない方はねこの YouTube の下に入れときますのでちょっと見てみてくださいではルルちゃんはいルルちゃんご挨拶ご挨拶